柳瀬森林鉄道の最後の場所になります。立岡2号参道やって、鉄道の後なんよな、これ。でも同じ村からここまでって相当な距離やけど、長かったんやな。また跡が残ったやな。下に降りてきました。さあ、家を覗いてみる。柳瀬森林鉄道のゴミ水道、ゴミ水道。じゃあこんなんがあった、どこにあった、これどこ？あ、池田の水道。あ、見てんな。階段がある。ゴミ水道。さっき見たところちょうど下ぐらいがトンネル。これが前の線路。ここしかあったよ。四国の山奥に来ました。柳瀬ダム展望台。馬路村からまだだいぶ奥に入ってきて、さあダムがどんなんか。水不足。あららら、ら、これは水の通る道なんかな、なんだろう、人が通る道なの。さっきの柳瀬ダムの展望台からはちょっとわからんかったんやけど、ここはもう地図の通りっていう感じのダムです。森の駅柳瀬に来ました。今ここ5時で薄暗なっとんやけど、結構四国の山奥まで来ました。ほんまここで電車、もともと森林鉄道がここ通よった、その跡を利用して乗りたかったのにな。祭日やけんか、時間が遅かったけんか分からんけど、いつもはこっから出てくるんやな。線路このまま倉庫とつながっとる。窓から見たら中に置いてありました。反射して見えんな、あれ見えんか。柳瀬の、これ柳瀬って読むな、柳瀬の食堂杉の家。ほんで橋、なんかこう古い橋やな、絵になるけんちょっと降りてきてみました。橋狭かったな。橋越えたらすぐにトンネル。うわ、狭。もうちょっとしょったら国道出るんやけど、出る手前でもまたメガネ橋があるみたいなんで、ちょっと見てみよう。二股橋。メガネ橋とは言わんのやな。二股橋っていうんやって。あ、無菌コンクリートで作られた橋としては
日本最大の。